皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今6月の中旬です。6月は時の記念日がありました。もう過ぎてしまいましたけれども、これは天智天皇が671年6月10日に、日本で初めて時を知らせた、これに由来しています。ですから6月10日が時の記念日になりました。この時使ったのが漏刻と呼ばれる水時計でした。天智天皇は飛鳥時代の人物なんですけれど、今回のテストによく出る中学歴史は次の奈良時代、この時代についてお話しします。奈良時代というのは仏教によって国を治めるという考えのもとで、仏教と政治が深く結びついた時代でした。このため道教のように自分が天皇になろうというお坊さんも出てきています。それから大陸に遣唐使をたびたび送っていたので、この時代の文化等の影響を強く受けていました。奈良時代で覚える4つは、土地と法律、天平文化、そしてテストに出る奈良時代の本、最後に奈良時代の税について、この順番でお話しします。土地とそれに関する法律で最初に出てくるのが判田修辞の方です。これ飛鳥時代にできた法律ですね。これは戸籍に基づいて6歳以上の男女に区分田という田を与えて、その人が死亡したら国に返す、こういう仕組み で取れた稲から 3% を税金として納める、このような仕組みになっていました。 3% と聞くと少ないって感じる、多分そうでしょ。でもね、これ違うんですよ。苦しかった生活の民は、なぜかっていうと、当時のこの区分田から取れる量、いい年でも大人一人がなんとか食べられる量かどうか、ね、十分な量は取れなかったわけですね。それから 3% 取られちゃう。で、いつもそんなに取れるわけじゃないし、条件の悪い田んぼもある、区分田もあるということで、農民の人は生活が苦しくて区分田を捨てて逃げ出す人、たくさんいたようです。で、なかなかこう収入が上がってこないということで、次に朝廷が出したのは三税一新の方です。これは新しく開墾した土地の孫の代までの私有を認めるというものです。孫の代まで、つまり三代で国へ返すということで、これ判田修辞の方と同じように、その田んぼって自分のものにはならないんですよね。さらに開墾というのは大変です。田んぼですから土地を平らにしなきゃならないし、水を引かなきゃならない。普段自分の田んぼで働いて、さらに開墾なんてなかなかできないということで、この三税一新の方、機能しなかったようです。そして最後に朝廷が出してきたのが、テストに出やすい墾田永年私財法。この法律はテストにとてもよく出ます。内容は新しく開墾した土地の永年私有を認めた、こういう法律です。つまり新しく開墾して田んぼにできたら、それはずっとあなたのものでいいですよと、こういう内容の法律なんですね。これでもね、農民はねなかなかできないと。なぜかというと、農民が自分で農業をやりながら開墾までやる。この時ね、開墾大変ってここに書いてあるでしょ。だからそんなに自分もお百姓さんやって、さらに新しい土地の開墾なんてできないんですよ。で、開墾したってすぐに収入になるわけじゃないから、苦しい生活がさらに苦しくなる、こうなっちゃうわけですね。じゃあどんな人がこの法律を利用したかというと、貴族とか寺社、豪族ですね、こういう人たちが利用したんですね。こういう人たちが利用して自分たちの、田んぼを増やしていった。どういうふうにして増やしていったかというと、農民を雇ったんです。で、雇って開墾する。農民も雇われたんだから自分の収入直接入ってきますよね。だから生活は楽になるということで、貴族や寺社、豪族に雇われて開墾を行っていたんですね。このために貴族や寺社の私有地、これ荘園というんですけど、これが増えて、公地公民、これまで公地公民だったでしょ、つまり土地と人民は朝廷が直接支配する、そういう仕組みだった。これがどんどん崩れていきました。聖武天皇の時代の文化を天平文化と言います。この当時
仏教には不思議な力がある、こう信じられていました。で、聖武天皇はこの不思議な力を持っている仏教の力で伝染病とか災害などこれから国を守ろう、このように考えました。ですからお寺をたくさん建てています。地方の国ごとに国分寺とか国分二寺、こういうものを建てました。そして都、平城京ですね、ここには東大寺を建てて大仏を作っています。それから遣唐使に唐から偉いお坊さんを日本に招いてくるようにと言っていたので、日本に鑑真がやってきました。で、日本に鑑真を招いて唐招提寺を開いて唐の仏教を学ばせました。鑑真は日本に来るとき5回失敗して6回目でたどり着くんですけれど、その時にはもう目が見えなくなっていたと、ね、そんな話も有名ですね。それから東大寺の正倉院、ここには聖武天皇の遺品が収められています。この正倉院、ね、実はね、いつ建てられたか、誰が建てたかというのはあまりよく分かっていないようです。この正倉院の中にはシルクロードを取って伝わってきたもの、こういうものが収められていて、これはよく写真などでテストに出ます。テストに出る奈良時代の本は4冊です。まず古事記と日本書紀です。古事記と日本書紀、古事記の木と日本書紀の木、これ字が違うので気をつけてください。古事記の木は言弁の方ですね。で、日本書紀の木は糸編の方の木なので、テストの時ね、書く時間違えないように、これは日本の成り立ちや神話が書いてある歴史書で、天皇の正当性、これを示すために書かれた書物です。なぜ歴史の本が2冊もあるのかというと、古事記は日本の国内向けに書かれた、で、日本書紀、こちらは海外に向けて書かれた、こう言われています。当時の海外というのは、中国ですね、中国を意識して書かれた。ですから中国の人はこの日本書紀の方が読めたようです。それから不動記、こちらは地方の国ごとに地理とか特産物、伝承など、これをまとめてある本です、ね、風の土の木とか言って風土記じゃなくて風土記と読むので、この部分も気をつけてくださいね。で、万葉集ですね。万葉集は日本最古の和歌集です。万葉集の中には天皇から農民まで幅広い人々の和歌、これが集められています。この4冊奈良時代の本としてテストに出やすいので、しっかり覚えておきましょう。奈良時代の税は4つ挙げておきます。まず租ですね。これ稲の収穫の 3% を納める税金です、ね、判定所持の方のところで、まあ、説明しました。次は町ですね。これは地方の特産物を納める税金です。それから用、これは労役の代わりに麻布、これを納める税金です。それから男子だけですけれど兵役、こういう税金もあります。この4つの中でテストに特に出やすいのは上の3つですね。祖、長、用、これは出やすいのでしっかり覚えておいてください。それから長と用、この長の特産物と麻布は都まで自分で納めに行かなくちゃいけないんですよ。ですから地方の人にとっては大変ですよね。ましてその旅費とかね、行きの費用とかね、買いの費用って全部自分持ちなんです。遠くの人なんか途中で亡くなる人もいたようなので、とても大変だった。そのためにこの区分殿を捨てて逃亡する人、こういう人もかなりいたようです。今回は奈良時代についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。